気をつけてね、まずです、お願いします。次、バイオリン匂いの音が聞こえるわというわけでですね、今回バズラビで都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界で生きているミスター関を呼んでおります。うわぁどうぞ。どうぞ。どうぞ。神奈川県が臭い。神奈川の地域か。今回の都市伝説は日本書紀にも登場し、現れた場所に災いを振りまく異形の生物両面スクナというものが存在するのね。というわけでですね、今回その両面スクナについて触れていきたいと思います。両面スクナとは1600年以上前の仁徳天皇の時代に現れた異形の人、怪人とされてるのね。その名の通り両面2つの顔を持ち、2つの顔は前後反対方向を向いており、4本の腕を持ち、下半身については膝の裏のくぼみと足のかかとがなかったと言われてるのよ。ベテランじゃない。ベトナム戦争かも。そして名前だとされているスクナに関しては諸説あるけれども、ゆかりの地である飛騨地方には彼の名を要した施設や食べ物もあり、スクナには悪いものを追い払うという意味があるらしい。遊戯王のめっちゃ昔の演出だって世代が古いか。そしてとある建築関係の仕事をしていた男性が、岩手県にある今利用者もいない古いお寺を解体することになり、そこで男性の同僚が本堂の奥にある密閉された部屋から約2メートルほどある大きな黒ずんだ古い木箱を見つけたらしい。元住職にその木箱のことを尋ねると、絶対に開けるなと言われていたけれども、その日の夜にアルバイトの作業員2人が面白半分でその箱を開けてしまい、その中には異形の形をした両面スクナのミイラが入っていたらしい。そして後日蓋を開けたアルバイトの2人はその奇妙なものを見たショックのあまり何も喋ろうとせず放心状態だったため、病院へ送られ、男性ら作業員は木箱を引き取りに来た住職にお祓いをしてもらった上で、別れ際に「あんたら長生きできないよ」という言葉を残し去っていったらしい。でも人類は VR の空間に移住するからね。よく聞こえてきたわ。その後アルバイト2人のうち1人が心筋梗塞で病室で死亡、もう1人は精神病院へ移送、解体作業員も3名謎の高熱に寝込み、そして男性も釘を足で踏み抜いて5針縫うという住職の言葉通りとなったのよ。犯人住職でしょ。名探偵コナンだ。そしてこの両面スクナのミイラは大正時代に見せ物小屋に出されていたという話もあるので、そしてこの両面スクナはとある教団によって生み出されたという話もあり、当時の教団の教祖である物の部天国は両面スクナを作るため見せ物小屋に行った時、奇形の人間を数名購入し、孤独という壺に毒虫を何匹か入れて生き残った虫を使うという本来は虫に使う呪術を人間で行ったので、そして地下の密室に押し込み閉じ込められている間、仲間の肉を食べたり自分の糞尿を食べたりして最後に生き残ったのが今回見つかった両面スクナのミイラだった。そして教祖は生き残ったところで餓死させ防腐処理をし即身仏にしたという、ここから両面スクナは生まれたので、そしてこの教祖は完成した両面スクナを呪物として教団の本尊にし、その呪いの対象は個人ではなくなんと国家だったという。来ちゃったよ。来ましたか、日本。両面スクナか。そして実際に両面スクナが移動した地域では次々に災害に見舞われ、例えば大正3年桜島の大噴火、同じく大正3年秋田の大地震、そして大正12年9月1日関東大震災、これらを含めその他災害も全て両面スクナが移動した地域で起こってる。かなり揺れたからね。体験した人もまだ。そして大正時代に起きた最悪最大の災害、関東大震災の直前に物の部天国は自殺してる、ね、そして両面スクナの前で日本刀で自身の喉をかき切っており、そこには血文字で日本滅ぶべしとの遺書が残されていたらしい、ね、うわー、つまり徳川の遺書ついてるってこと。かっこいいね。ガキかお前。そしてその後災害は一時鎮静化したのよ。そして両面スクナは日本書紀において竹古熊の命に打たれた凶賊とされる一方で、岐阜県の伝承では毒竜退治や寺院の回帰となった豪族であるとの逸話も残されている。うわー、竹古熊、ミスターフルスイングだ。小笠原か。そしてこの両面スクナを作り出した教団は今も密かにどこかで活動しているとされている。そして両面スクナのミイラは今どの寺社で保管されているかは謎のままであり、どこかの寺社で黒ずんだ長い木箱を見つけた際は決して開けないことなのね。俺と両面スクナになるか。募集すんな。